はい。皆様、えーと、私の声は聞こえておりますでしょうか。えっ、ー、と、お時間になりましたので、えー、始めさせていただきます。えー、改めまして皆様こんばんは。えー、ただいまより、えー、第16回ですね、えー、の、えーえー、とオンライン観光創造フォーラム、えー、タイトルがアドベンチャーツーリズムの本物体験創出につながるガイドの役割と機能、 を始めさせていただきます。私は本日の聞き手を務めさせていただきます。観光学高等研究センターの福山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず、あの、本日は何よりも多くの皆様にご参加いただきまして、本当にありがとうございます。えっと、お申し込みベースでは大体80名弱ぐらいのですね。まだ今参加者はそこまではいってないんですけれども、お申し込みをいただきました。本当に感謝申し上げます。 本日は、北海道の真ん中、ややまんほぼ真ん中のですね、大雪山のふもとより、とっても魅力的なお二人のゲスト講師をお招きしておりますので、どうか皆様最後までゆっくりリラックスしていただいて楽しんでいただければ嬉しいです。まず本日の内容なんですが、実は8月に、去年のですね、8月に開催しました アドベンチャーツーリズムにおける本物体験とは何かっていうですね、もう真っ向勝負の、えー、で議論したフォーラムの第2弾という形になります。えー、このまあ本物体験っていうのは非常にあの私たち常日頃から感じておりますが、あの厄介なあのものでございまして、それはあの人によってあのやっぱりその感じ方とか捉え方っていうのが違うため、 明確な答えっていうものがないからです。ですから、この本物体験そのものの議論というよりも、今日はそのそれに関わる、例えばこの要素とか要因っていうのを議論していくことで、その本物体験っていうのの答えっていうのがあるんであれば、それにまあ近づいていけるではないか。そんなイメージで私たちは日々の研究に挑戦し続けています。 1> 第1回目はおかげさまで大変好ご好評いただいたため、今回の第2弾の開催に至りました。タイトルにございますアドベンチャーツーリズム、またはアドベンチャートラベルというふうにお聞きいただいているかもしれません。えー、と本日これらはまとめて AT とさせていただきますが、AT は今や世界的なトレンドの一つとなっております。 まあ感覚的にでも、この AT は、この国内においても結構浸透してきているなというふうにえ思いますが、一応念のためえと AT のそのまあ特徴とか定義というのを確認させていただきます。AT っていうのはえ自然、文化、アクティビティのこの3つの要素の組み合わせによるツーリズムで、その主な特徴というのには、少人数、それから高額消費、 まあ、ロングステイ。そして、えー、地域の文化や自然をうや敬う、えー。そして、最後、何よりもその本物思考っていうのが挙げられます。えーまあ、これが最も重要で、えーまあ、つまり、AT 客っていうのは、まあ、端的に言えば、あ旅の苦労と勝ちっていうふうに言えると思います。 さて、ここで一点だけ、その AT の中のこのアドベンチャーという言葉なんですが、アドベンチャーと聞くと、まあ、スリルとか危険とか、まあ、そういったあのイメージをさせてしまいまして、まあ、その実際に、まあ、以前っていうのはそういった、いわゆるそのハード系のツアーっていうのが、その AT では一般的だったんですが、まあ、最近では、まあ、AT も徐々に変わってきているようで、まあ、例えばそのソフト系の、まあ、AT であったりとか、先住民ツーリズム、 え、なんかも AT の領域に入ってきました。まあ、つまり AT っていうのは生まれ変わりつつあるというふうに言えるかもしれません。ただ、そうした状況の中でも、この本物体験っていうのは、もう一貫して、えー、まあ AT の核心としてですね、ブレずに位置づけられています。まあ、以上背景に、えー、まあ今回はですね、満を持してですね、AT における本物体験の創出に、まあ最も近い存在と言える、えー、ガイド、 の役割と機能というのに着目しました。そして AT におけるガイドの専門家でもあるお二人のゲスト講師をお招きいたしました。それでは早速ご紹介させていただきます。それではお二人カメラオンでお願いします。はい、ありがとうございます。まずお一人、お一人目なんですけれども、すごい、もうめっちゃ笑顔ですね。はい、AT の、まあお一人なんですけれども、NPO 法人、 えー、大切山自然学校代表理事であられる荒井和弘さん。そしてお二人目はアドベンチャー北海道合同会社代表の吉川彩香さんです。それでは荒井さんから一言ずつですね。よろしくお願いします。どうぞ。大切山自然学校の荒井和弘です。えー 東か、札幌出身、東川町に2000年に引っ越して、子どもキャンプ、エコツアー、あと環境保全活動をやっている NPO です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では、吉川さん、お願いします。はい、えっと、アドベンチャー北海道代表を務めています、吉川彩香です。あの 冒頭から笑っていたのは、<laughs> はい、2>, あの2人とも背景を直前に変えたんですけど、かぶ <laughs> っていったっていうので <laughs> の。偶然かぶったと <laughs> <laughs>、はい。すいません。<laughs> あの近くにある朝日岳の今,今時期の、冬の時期の背景に、はい、かぶってしまいました。<laughs> そうなんです,、ね、うですね。私のこのオーラをこう挟んでサンドイッチみたいな感じで、はい、ありがとうございます。 はい。それではですね、えっ、ー、と、12です、ね。まあ、いよいよ、ゲストコアの方に入らせていただきますが、えっ、ー、と、皆様におかれましては、えっ、ー、と、随時ですね、あの、なんでしょう、もう素朴なご質問でも結構ですね、忌憚のないコメントでも、あの、もうお気軽に、そして積極的に、あの、入れていただければ、えー、このお二人のごコの後にですね、えー、まあ、Q&A、そしてディスカッションということで対応させていただきますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは、荒井さんから、 まいりましょうか。はい。<laughs> はい、それでは、えー、ここの方どうぞよろしくお願いいたします。はい。そしたら、早速、スライド共有しながら、20分ぐらいで始めたいと思います。はい、えっと、先ほど話しました通り、ま、大雪山自然学校の立場で、えー、っと、私は、えー、っと、子どもキャンプとかエコツアー、現場で、ま、ずっとガイディングをしてきています。その経験から、 本物体験なんだろうなっていつも考えていることと本物体験をまあ届けるには現場でガイドとして何をどうしたらいいかいつも考えているのでそれを共有したいと思いますえっ、ー、と自己紹介繰り返しますがえっ、ー、と一番下で行こうかな NPO 法人大切な支学校とあと先ほどのあの吉川が話した通りあの一緒に合同会社を作っていて彼女が 合同会社の方のアドベンチャー北海道の、まあ、代表しているという形でやっています。でその他に私は北海道アドベンチャートラベル協議会の会長を、えー、しています。あと合同会社町ンって呼んでますけど、えっ、ー、と、主に地域おこし協力隊のサポートをしてて3年間ハッピーに暮らすことと3年後に何とか月20万円増える仕事を作るみたいなのをミッションに え、やっています。あとは、ま、国内と書きましたが、えっと、今、GSTC、グローバル・サステイナブル・ツーリズム・カウンセルという持続観光、持続可能な観光の推進する国際組織が、ま、あって、それのまあ研修プログラムがあって、それの公認トレーナーという形で動いていて、去年は全国20カ所ぐらいあるうちの私半分を担当したり、 えー、しています。あと、えー、っと、国際レベルなど、アジアエコツーリズムネットワーク、バンコクに事務所があるんですが、えー、っと、エコツーリズムに特化して、それをどう推進していくかをやっています。今月末、えー、っと、フィリピン・マニラで、えー、っと、エコツーリズム、えー、っと、トラベルマート、商談会ですね、エコツーリズムに特化した。なんかそういう活動を、えー、しています。 まあこう書くといろいろやってるなとなりますが、基本的にはですね、週に4日は大雪山線学校でこういうことをしています。えっと、ま、子供キャンプ、こんな感じ、プログラムですね。で、もう私、いろんなところで言いまくってんですけど、今日のオーディエンスにも皆さんにも相談です。北海道の子供が経験すべき自然百選って今集めてるんですよ。例えば、 7月20日、朝日岳、大雪山国立公園朝日岳、真夏の雪合戦とか。よくないですかあの、うち、うん、夏休みに雪合戦できるんですよ。で、こういうのは、もう北海道の子供全員標準装備しててほしい。だってこんな特殊な環境だもん。とか、えー、2月の、何だか、手鹿ヶ町川合温泉ダイヤモンドダストとか、 空気中の水分が、もうその瞬間、凍って、キラキラ、あの、何光を反射して、綺麗みたいな。でもこれ普通、ちょっとおかしい、不思議な現象で、だって普通水って、気体、液体、固体なのに、気体、固体って、液体の部分飛んじゃうわけ。こんな特殊な、まあ、現象が、北海道マイナス15度以下になると起こるとか。 なんかそういう、えー、とことを僕北海道の子ども全員標準装備しててほしいななんて思ってて今集めてますんで皆さんもぜひいいのあったらうちの町でこれとかあったら教えてもらいたいと思ってますそれを大人向けにやるとこんな感じ、えー、と大雪山は鉱山植物の交差点30種類の鉱山植物に出会う旅とか3つの環境を1日で巡るとか なんかこんなタイトルをつけて、えー、っと、まあ、ガイディングをしたりしています。<laughs> あと、えー、っと、環境保全活動はいろいろあるんです。あの、外来種を取ったりとかあるんですが、代表的なのは委託事業で、浅日大雪山国立公園の、えー、っと、東川町のエリアだけ、浅日けのエリアで、えー、っと、関心業務を、まあ、受け負ってやっていて、ここの絵にあるというように、まあ、 えっと、レクチャー、入山前のレクチャーとか、あとは登山道整備などを、えー、やっています。これん、ちょっと面白いのはですね、特徴的なのは、このコンセプトです。利用者による環境保全。普通、利用者と、なんだ、管理者、分かれてるじゃないですか。例えば、環境省が国立公園を管理してます。えっ、ー、と、ガイドは使ってます。で まあ昔よくあったのが、ガイドはタグもこの登山道なんでこんなボロボロなんだ木道ひどいなって文句ばっかりしたんですよ。環境省全然仕事しないみたいな。一方で管理側も、えっ、ー、と利用者がちゃんと使ってくれないからどんどん荒れていくと、立ち入り禁止にします。みたいな方針を取らざるを得ないですよね。そんな問題があってお互いなんか、なんかうまくいかないと。でも例えばですよ。 利用者が、えー、管理したらどうなるか。ゴミは拾うというよりも、そもそも捨てない。だって自分だとで拾うんだもん。とか、えー、っと、登山道でどんどん道が荒れてっちゃうから、えー、っと、植物踏んでさらに悪くなるんじゃなくて、どうせ後でこうやってきれいにあの登山道整備しなきゃいけないわけだから、今から適切に行動しよう。つまり、よりよく使おう。みたいな心が、気持ちが働くので、 なんかこの構造をしっかり作るべきだな、なんて思って、こんなあの方針をちょっと掲げています。なお、私今ちょっとあえてわかりやすく言うために管理者と利用者みたいな、管理者みたいな強い言葉をちょっと使いましたけれども、実際はそんなんじゃないですよね。管理する側もやっぱり、あの、立場としてはそうだけれども、よりよく使う方向でずーっとみんなで動いてる。なんかそれの、えー、 実際どうやるかみたいなのを普段考えてやっているものです。あとそれに対してこうやってボランティアが年間200人ぐらい来てくれて、環境保全とか子供プログラムに対して、えっと、こんな能力が身につきますよ。コミュニケーションだったり、リーダーシップだったり、アウトドアスキル。なんかそんな人材育成をしているのが私の普段の活動になります。さて本題です。今日やること。 えっと、二つあります。伝えたいことの一つ目が本物体験の作り方。もう一つがそれをやるための現場のガイドの技術で進めたいと思います。本物体験って何 <laughs> あの、いや、僕めちゃくちゃこれ悩みましたよっていうか、普段すごい悩んでて、だってなんか北海道、だいたい昔、古来からある日本の文化、これ本物みたいな。 まあ、北海道だったらアイヌかな、みたいな。でも僕、まあ、アイヌの血が入ってる入ってないみたいな話になれば入ってないんですけど、が、アイヌやったら本物じゃないじゃん、みたいにもなる。結構本物って難しいなと。昔から古来からずっとあるではないなって感じてます。で、ちょっと全然あの観点変えたいんですけど、じゃあ何かなんですけど、2年前に、 スウェーデンで、ATWS、アドドベベンチャーートトラルルワールドサミットあったんですよね。で僕、e バイクツアーに行ったんですよ。その時に、ようこそスウェーデンお越しくださいましたと、インバウンド旅行者のために e バイクツアーを、あのー、作りましたと、ぜひ北欧の森に出かけましょうっていうツアーに僕、参加したんですよ。で、一方で、実はその何日間か前に、スウェーデンの普通にあの街の中歩いてたらね、 スウェーデンって、あの、自然教授権っていうのがあると。つまり国民全員が自然を享受する権利があって、スウェーデンの人って日常的に森を歩いてんだよねって。あそこ、私有地でも自然を享受する権利があるから、入っていいと。外の人も。で、楽しんでいいんだよ。そういう国なんだよ。って言われたんですよ。で、じゃあ森に行こうか。なんかそう聞くとですよ。後ろの方が自然教授権、 で普段使いのうちの森に来ないかいって言われた方が魅力的じゃないですか観光客向けプロダクツよりだって自然教授兼で地元の人が普段森で歩いてる方が地元の人の日常で普段の習慣でリアルな暮らしこれ本物ですよねって考えるとなるほどと本物は 普段の暮らしなんだなみたいな。日常。っていうふうに僕はなんか定義づけるように今してます。今の考え方で、じゃあ北海道とか今私たち大切なね、専学校をやってることは何かって言ったら、例えばこれ、この写真。今うち森の幼稚園、まあ保育園の制度なんですけど、毎日12人定員なんですけど、同じ子が普通に子供預けに 親が預けて、で、僕ら森で遊んでるんですね。こんな感じで。これ、まあ、秋のいい時期ですね。オクトーバーって書いてある右下に。つまり、こうやって普段使いこうやってしてるんですよ。我々森で。で、この地元の子が普段保育園で自然で楽しんでる、この普段使いをおすわけで、子供キャンプって言って売ってみたり、修学旅行プログラムって売ってみたり、なんかそういうことをえ普段しています。 なので、本物体験は何かって聞かれたら、私は地元の人の普段使いのおすす分けは、リアルライフ、本物体験だ。って言ってやってます。うちのエコツアー参加すると、こんなランチ出すときあります。これ、運動会ランチなんですけど、皆さんなんかそれでうんうんって頷いてません、ね、今。自分が子供の頃、または今、運動会って言ったら、 あの、朝に、父さん、母さん、じいちゃん、ばあちゃんが、あの、お弁当を作って、で、持ってって、で、グラウンドの横で応援して、お昼になったら、グラウンドから子供みんなこっち帰ってきて、で、ワイワイこれつまむ、みたいな。こんな風に、日本ってスポーツデイ、運動会があって、やってる、食べてるんだよね。それを今日は出しましたって言って、インバウンドのお客さんに出したりします。これ、ほら、普段使いのおすすわけじゃない ちなみにこれあの、残儀にブロッコリーに、何このトマトに、みたいな感じで、あの、めちゃくちゃコスト安いけど、2000円ぐらいで出してます。そんな観点から、私今、さっき最初に自己紹介しましたけど、北海道の子供が経験すべき自然百選。つまり、北海道の子供全員が、7月に大雪山に来て、こうやって尻すべりしてると。 そうすると、なんか日常じゃないですか。北海道の子供全員がこうやってあの、夏休み生き合戦するような経験あるんだよね、とか。キリタップ行ったら今、ラッコ来てて、大体みんな見てるよ、北海道の子って、とか。日高とか大雪山とかで、泣きうさぎ見てんだよね、って。日常で地元の人が日常的にやっぱり見てることってすごい重要。本物を作る上で。って考えたりもしています。 うちの子供キャンプね、こうやって行って覗いてみたら、おぉ、団長いたーみたいになって。これも、やっぱり地元の人が普段から見てて、それをおすすめけってすると、あー、北海道ってアドベンチャー文化根付いてんのね、みたいな。いいですよね、こういうのね。そんな価値を、まあ、作ろうと思っています。ちなみに、あの、3月31日で、このウェブサイト終わっちゃうんですけど、同心で一生懸命こうやって、今言った、 地元の人の、えっ、ー、と、普段使い。ここにあの、ハンドレッ e d things that 読めない。北海道 kids should experience. さっき言ったあの話ですね。をちょっとこうやって逆に英語でこうやって発信して、地元の人ってこうやってやってんだよねって、その本物を伝えるようなあプロモーションもしたりしてます。 今、自然学校では2週間に一遍、旭川、か川村かネとアイヌ記念館に行って、日常的にアイヌの勉強会もしてます。こうすることで、僕らが日常的にアイヌに触れてる、勉強してるっていうふうになるので、それをアイヌプログラムっておすすわけしてます。だいぶ見えてきましたかこの日、普段使いのおすすわけ。これあの、まあ、自然学校という立場だから非常にやりやすいなと思ってます。 <laughs> ちなみに、まあ、そうやって一生懸命、普段使いとかリアル、ん本物体験の、こうやってガーって今価値を高めたんですけど、こっからは高めた価値はいいんだけど、実際にその本物体験をお客さんが引き取ってく、えっと、受け止めてくれるかっていう話をちょっとしたいと思います。これは本当重要です。えっと、ああ、ちょっと戻りますね。例えば、 これ、地勢。冬に行ったら寒いんですよ。これはまあ、7月、8月なんで暖かいんですけど。冬、マイナス、地の中ってやっぱりマイナス5度ぐらいで寒いと。そんな時に、長くずっとアイヌの話されたら、いやいやいや、内容はわかるし、本物体験すごい嬉しいんですけど、寒くて聞いてられない、みたいになっちゃうわけですよ。これ全然本物体験が、えっと、快気持ちいい風にならずに、不快になっちゃう。 パターンですね。で、これはツアーとしては本当に、あの、防がないといけないですね。ということで、対象者、お客さんをちゃんと理解して、お客さんが受け止められる本物体験を投げられるかっていう考え方になります。あの、結構有名な話、マズローの5段階欲求説。これを僕らはツアーで、ツアー、プログラムを作るときにはすごい意識してます。考え方としては、えっと、 人間には5つの欲求があります。上位、上の欲求をた満たすためには、下の欲求を順番に満たしていかないとダメだよっていう考え方になります。で、僕らの場合はツアーですよ。ツアーで現場に行った時に、一番最初に生理的欲求満たされてないといけない。お腹が空いた、寒い、トイレに行きたいとかですね。で、その次に、 えっと、安全予期とか、危なかったらえだから、例えば、えー、っと、蜂がブンブン飛んでいる。ヒグマがいるって不安でしょうがない。安全が確保されていない。ロープがないから崖ですごい心配不安。こういうのがあると、いくらガイドがいい話しても、いやいやいや、私今もう怖くて聞いてる場合じゃないですって言って、本物体験を受け止められないってなりますね。 その後、愛と所属、ん所属と愛の欲求を満たそうとします。えっ、ー、と、こっからはですね、えっ、ー、と、なんだろうな。私はこのグループに所属していていいんだろうかっていうやつです。<laughs> と例えば皆さんが、じゃあ大雪山に僕のガイドで参加してきました。そしたら、みんなこう、バシッとアウトドアの服装してると。で、私だけ、えっ、ー、と、スニーカーと、 なんか T シャツにジーンズだった,ったら、あれちょっと私場違いだったかなここにいていいのかなみたいな。これ、なんか自分が所属してない気分になっちゃう。心配でしょうがない。相手の人がどう思われてるんだろう気になる。こういうやつです。これ整えておかないといけない。まあ、仲良くなるってやつですね。で、その次に承認の欲求。どうやら人間って、私はこういうことができるんですって認めてもらいたい欲求っていうのが、 あ,のあるらしいですうんと、あんまりいい例じゃないんですけど、時々あるのは、あの一緒にツアーで参加したお客さんが、ああ、これ、チングルマっていうのをね、私、あそこの山でも見たわ、こうよね、こうよね、ガイドさんっていろいろ話しかけてくれる。これ、私っていろいろ知ってるんです。あんなとこにも旅行に行ったんですって認めてもらいたいみたいな、まあ、心理が働いてるのかなって想像できます。そういうやつ。 でそれらを満たした上でやっと自己実現欲求が満たされる。で、自己実現欲求が、つまり旅行に来た理由、目的ですよね。新しい世界を見てみたい、新しい経験がしたい、それを得て自分も成長したい。これ全部自己実現欲求。なので、観光において、えーっと、お客さんの自己実現欲求を満たしてあげることが、まあ、お客さんがわざわざお金を払って、 うちのツアーに参加してくれてる理由ですから、それを下から順番に満たしていくっていうのが、まあ重要になってくるかなと思います。で、これ一個一個に関して、あの、ちゃんとした技術論があります。えっ、ー、と、もうこれはコミュニケーションの方法になります。それがまた、まあ今日は話しませんけど、別途あるって考えてもらえればなと思います。そしたらですね、ここからは、 じゃあ、今の、なんだろう。まあ、技術論って言っちゃいましたけど、えっ、ー、と、マズローの5段階欲求をどんどん満たすときにあたって、また本物系体験を届けるにあたって、ガイドはどんな役割をしたらいいんだろうについて話したいと思います。えー、どうやら、僕が習った、僕、習ったんです。これね、人からね。あの、ガイドには3つの立場があるらしい。1つ目、インストラクター。 二つ目、インタープリター。三つ目、ファシリテーターだと。で、インストラクターは、インストラクションってよく言う通り、指導する。えっ、ー、と、スキーのインストラクター、スキーの滑り方を指導する。あしてください、こうしてください、みたいな。ツアーで言うと、最初のオリエンテーションになります。ようこそ、大雪山国立公園お越しくださいました、ガイドの新井です。よろしくお願いします。今日は一週二時間のコースを歩きます。 皆さんには持ち物でこれとこれとこれを用意してください。えっ、ー、と、水がない方はあちらで買うことができます。では、10分後にトイレを済ませて10分後にここにご集合ください。これ、インストラクションですね。どうしたらいいかを伝授している。まずはこの立場が一つ目あるって考えられます。ちなみに、インストラクションの場合は、 今僕ペラペラペラ喋りましたけど、もうね、シナリオが作れちゃう。一番シンプルに分かりやすく、ええー、と、漏れがないように、もう言葉もちゃんと磨いておいて、綺麗に言えるようなのが重要になります。言うだけじゃ大変なときは、あの、こうやってボードに書いて出したりもしますし、文字読めないときは僕はリュックサックの中を広げて、カッパでしょえ、えー、甘,甘くじゃないえっ、ー、と、水でしょう あとはおやつ持っていきましょうって見せたりするのもいいと思います。で、二つ目。インタープリッターなんですけど、これがまあ、ガイドの仕事になり、仕事主なところになると思います。自然の不思議を解説する、メッセージを伝える、みたいなやつです。あ,あ、しまった。例えば、うんと、ガイドしてですよ。あ、見てください、あの木。幹が、 白いですね。そう、白樺と言います。白樺はこれこれしかじかな木で、例えば今の季節、これから樹液が出るんです。あとは油分が多くて火をつけるとすぐに燃える。なので焚き付けにしたりとか、あの屋根とか、あとは地面に敷いたりすると防水にもなって非常にあの役に立つ植物です。これ、あのインタープリテーションですね。ちなみに僕今さらりと 樹液があの出て飲めますみたいな、このケースできますって言いましたけど、今や白樺ってそれが皆さんにとっては、あのよく知ってる白樺の樹液飲めるんだよくもう聞くようになってるから、日本人には結構すぐ伝わりやすいんですけど、えー、例えばあったかい国、アジアのあったかい国から人たちには言っても、ん樹液白樺みたいになるんですよね。そんな時はメープルシロップのように、 言ったりすると、ああ、同じような作りなんだなってわかる。これ何やってるかっていうと、お客さんの相手に合わせて、双方向、相手の理解度をチェックしながら言葉を選んで言うみたいになって、ここは一方通行に伝授よりは、えっ、ー、と、双方向のコミュニケーションで対象者を理解しながら話したりします。 で、主に僕が例えば日帰り半日とか一日の自然案内とかするときは、まあ、このやり方が非常に多くなります。で、最後はですね、これファシリテーターって書いたんですけど、まあ、促進者って書いてありますね。参加者の気づきを促すがわかりやすいですかね。例えば、うん、よく教育旅行でやる手法なんですけど、えっ、ー、とですね、 皆さん、だじゃ、なんか、40位のグループいるとすると。で、皆さんご集合ください。5人1組、8グループになってください。皆さんに30分時間を渡します。皆さんにマシュマロ渡します。この30分以内に、このマッチ、1グループ5本持って、焚き火を始めて、焼きマシュマロを作れ、どうぞってやったりします。 そうすると大体みんな落ち葉集めたり枯れ枝拾ったりして火をつけようとしますよね。なかなかつかないと。そんな時に、勘のいい人がいたりすると、え白樺の皮をペリペリペリってめくってきて、あの、つけたりします。もしそれが起こんなかったらちょっと手伝います。こんなのどうみたいな。で、おお、燃えたみたいな。すげえ、これすごい。どんどん燃えてる。黒い煙上がってる。みたいな話になったりします。 まあそんな時きに、つまりねって、今この黒い煙、これって油が燃えてると。つまり白樺っていうのは油分が多い木なんだよ。みたいな話をえします。つまりこれって参加者が自分で作業して、あ、白樺って燃えるって分かった現象ですよね。これがなんかファシリテーターの一つの例。でもですね、これね、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。 あと、参加所のことを信じて待たないといけないんですよ。みたいのもあって、ちょっと時間の制約があるときはなかなかできません。なので、俗に言うガイドウォークのときは結構大変。これをやるには。っていうふうな、あまあでも、この三つの役割をガイドは、僕は使い分けるようにしています。ちなみにですね、最後にここに下に絵が書いてありますけど、これあの、巡視ってね、 中国の、まあ、老子、講師の教え子に当たる立場の人らしいです。ネットで調べたら。に、聞いたことは忘れる。見たことは覚える。やったことはわかる。見つけたことはできるっていう言葉があって、僕これ信じてます。うんと、北海道でこうやってガイドをなぜしてるんですかって僕言われたら、 まあいつまでも自分がこの北海道の自然をずっと使い続けて楽しみたいと。つまりいい自然を残したいって楽しみたいと思ってると。で今、ガイドするときって使ってるじゃないですか。でもこれを通して僕、環境保全に協力してくれる人を全世界に作りたいなと思ってます。そんなときにお客さんがガイドを通して自分で発見したことはできる。つまりアクションを起こせる人になってほしい。みたいな 考え方を持っていて、そこに到達するには、なんとかインタープリテーション、そしてさらにはファシリテーションして、参加者自身の気づきで促して、つまり自分で発見したことはできる、環境保全にアクションを起こせる人になってほしい。みたいな思いを持って、こうやって整理してやったりしています。で、 えっと、自分がだからガイドに立つとき、私は結構、今は私、インストラクターなんだな。つまり、わかりやすく、シンプルに、えー、っと、えー、っと、指示する一方通行だから、にすごい努力します。インタープリターの時は、対象者を理解して、そこにわかりやすい球を投げる。で、また跳ね返るのを見てて、うまくいけば続けるし、ダメならやり直すっていうことを、えー、します。ファシリテーションの場合は、 言語コミュニケーションに頼るというよりは、お客さんがどう動くかの環境、ハードを整えたり、言葉、ソフトでちょっとやってみたりして、参加者の動きを調整する。なんかその役割を、あの、私は意識しながらやってる。というのが、えっ、ー、と、本物を伝えるときの手法論になります。ということで、私のプレゼンはもうこれで終わりです。えっ、ー、と、まとめます。 本物とは何ですかと聞かれたら、地元の人の普段使いのおすすわけです。ちなみに、本物ってそんな快適じゃないんですよ。朝日だけ寒いし。なので、ちゃんとガイドは対象者を理解し、その上で自分の3つの役割をちゃんと理解して、今私はこの役割になってんだなってやると、物事が整理されて、比較的ガイドがうまくいく。そんな風に感じています。 えー、まずは以上です。お返しします。福山さん。はい。内さん、ありがとうございました。あの、本当に、あの、私自身も気づきが、<laughs> あの、改めて、あの、多くて、下に飛んだ、本当に内容でした。ありがとうございます。あのー、 何でしょうあの、まあ、いろんなポイントがあるので、なんですが、ちょっとあのね、あの、吉川さんの、あの、プレゼンもあって、その後にちょっとね、あの、撮っておきたいと思うんですが、ちょっと今、参加者の方からご質問が届いてますので、えっ、ー、と、こちらを、はい、少し行きましょう。見えてます、はい。そうですね。この二つ目のとこ行きましょう。えっ、ー、と、知性、先ほどね、アイヌの、あの、知性での民族衣装って写真があったと思いますが、これはアイヌの普段使いのおす分けですかこれはむしろ外国人のために作られたスウェーデンの E バイクツアーに該当するのではないでしょうか という質問なので、まあ、ここはご説明が、と思います。お願いします。えっと。あの、着物着ます。し、みんな着たいし。なので、えっと、まず一つ目。えっと、河村かねと、アイヌ記念館行ったら。えっとね、住んではいないですね。でも、使ってます。日常的に。あの中で、えっと、木彫りをはるとくんしてたりとか。えっと、儀式はもちろん。 自分の家でしますからしたりとか。あと、僕らもね、実はね、お泊まり会させてもらっゲームしてるんですけど。うん、まなので確かに、日々の生活をしてるかったらそうじゃないですけれども、日常的に使う一つの部屋にはなっていますね。うん、あと、えー、っと、着物は、だから日常的にその着物着て作業してるかったらそうではないですけど、でも、寒いのみの時は、つまり清掃ですから、それ日常ですよね。うん うんうん、あとは、うんとお客さんが来たらやっぱり客人もてなすのに清掃しますよね。うん、まあそういう観点において、うん、えとなんだろう、着物は着ておかしくはないかなと考えています。うん はい、ありがとうございます。あの、私たちもあの、北欧のラップランドのサーミー民族のその観光の取り組みもやっておりますが、やっぱり今、荒井さんもおっしゃっていただいたように、普段はやっぱりその、トナカイの森林行くときは、あったかいジャンパー普通に着てるんですけども、やっぱりその、結婚式とか、 葬式とか、あの、あの、ちゃんとした、あの、え機械の時は、あの、三味の民族、やっぱりこう、服装を着る。まあ、それが丸ごと、まあ、あの、普段使いといいますか、あの、まあ、普段のリアルな日常っていう感じですね。はい、ありがとうございました。 はい。それでは、えっ、ー、と、後ほど Q&A と、えー、ディスカッションのところでまたお願いします。で、あの、皆様におかれましては、今、ちょっとここであの質問がの届いてるんですが、前回もまあそうだったんですけども、こう、だんだんこう、進むと、こう、なんていうんですか、こう、温まってきて、後半もすごい怒涛の質問で、えっ、ー、と、今日はあの、お時間が90分っていうところになるんですけれども、えっ、ー、と、なるべく、あ、これ聞きたいなって思ったらですね、その瞬間に、えっ、ー、と、えー、と入れていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 はい。それでは次、えー、吉川さん参りましょうか。はい。あ井さん、ありがとうございます。一旦ですね。はい。はい。では、えー、吉川さん、画面の共有の方をお願いいたします。はい。はい。では、お渡しします。お願いします。はい。 背景が被ったので、背景をリニューアルして進めさせてもらいます。早い <laughs> ですね。<laughs> はい、えっとアドベンチャー北海道の吉川です。今日はガイドの機能とその本質ツアーオペレーターの視点からということでお話しさせてもらいます。あのツアーオペレーターっていう言葉に、あのもしかしたら馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、えっと旅程作り。 相手なりを作るところから実際のオペレーションのガイドまで自分たちの手で手がけるっていうのがあの一般的な旅行代理店とはあの違うような。 違うところかなと、えっと思います。海外の AT 業界では、あのツアーオペレーターは結構一般的で、特に、あの、以前住んでいたニュージーランドにはたくさんのツアーオペレーターがあって、アドベンチャートラベルの商品を、あの、販売企画、そしてガイドまでしているっていうような、えっと、形になります。 今日は北海道の具体例をいくつか紹介しながらガイドの機能とかそれを取り巻くシステムっていうところを見てお話ししていきたいなと思います。ガイドの機能とその本質を掘り下げるっていうよりもツアーオペレーターあのツアーオペって訳すことが多いんですけれどもツアーオペの役割とかこれからの 北海道のアドベンチャートラベルの方向性に関するメッセージがちょっと強めかもしれないんですけど最後までお付き合いいただけると嬉しいです。え、今日お伝えしたいことは、えっと、この3つになります。まず1つ目 AT 顧客が求めているものは実はもっと多様で現実的ということなんですけれどもあのアドベンチャー北海道弊社に来るお問い合わせの多くは あのポリで休暇の計画中の方からのお問い合わせが多いんですけれどもあの北海道に旅行したり、えー、休暇をアクティブに過ごしたりでも英語の情報がなさすぎてどうしたらいいかわからないとかどの宿がいいかわからない日本語ができないのでど予約の仕方もわからないとかっと自分たちだけで安全に山歩きができるかどうか不安。 あとは単純に自分で手配する時間がないっていうような方からあの割と多くあのリクエストをいただくことが多いです。えっと紹介するこの後紹介する事例の中で具体的なリクエストの内容をあの共有していきたいと思います。でアド,アドベンチャートラベルガイドはスーパー調整員っていうふうに書かせてもらったんですけれどもなんか本当に多様な要望を あの抱えたゲストとまたそのツアーオペレーターの間を取り持つのが、まあ、ガイドでスーパー調整員だなっていうふうにあの普段感じながらえっとやっています。本当にコーディネート能力とかコミュニケーション能力が極めてあの重要なあのところでえっとそのガイドの機能とか求められている資質っていうのを今日はちょっとお話ししていきたいなと思います。やドベベンチャートラベル AT ツアーはあの本当にツアー中に予期しない出来事とかインシデントとかやっぱり起こるんですね、アウトドア環境の中であのツアーをやっているので。でも、このいかなる場面でもトラブルシューティングができる、対応できる、問題解決能力があの必要っていうのがあのガイドの機能にあの多くあるところです。ここが、まあ 豊かな人生経験があれば、この問題解決能力の過程においてすごい役立つなっていうふうに私はあのこれまで経験したことから感じていて、まあ、若くて体力があればいいっていうわけではないあの、幅広い世代が AT ガイドとして活躍できるなっていうのを海外でも見てきているので、あのその辺もお伝えしていきたいなと思います。本題にに入る前に えっとちょっと自己紹介も兼ねてあのこれまで私が経験してきた冒険をちょっと共有したいなと思うんですけれどもあの両親実は東京と大阪出身で私は東京人と大阪人のハーフなんですねあのでもただ両親が北海道が好きで1歳の時に北海道にあのやってきました北海道育ちですで親戚があちこちにあのいるおかげで まあ、一人で飛行機乗っておじいちゃんおばあちゃんに会いに行ったりとか、あと、まあ、大阪にもおじいちゃんおばあちゃんがいるので会いに行ったりとか、あとオーストリアにもおじいおばがいるのであの会いに行ったりとか、よく旅行する家庭で育ちました。で祖父も父も登山が好きで、まあ、頻繁にあの小さい頃から山に連れて行ってもらってたんですけれども、 あの高校生の時進路を考えていたタイミングで家族で沖縄旅行に行く機会がありましてえ石垣島でダイビングしたり西表島でカヌーをしてハイキングしてホタルを見たりとかする経験があってまあ日本にもこんなこんな世界があるんだこんな旅行の仕方があるんだっていうのに その時気づくことができたかなと思います。なんか今振り返って思うとアドベンチャートラベルの英、SI、才協力だったのかなとか思ったりもしますが子どもの時から少しずつなんかアドベンチャートラベルっぽいものを経験していたのかなと思います。高校卒業して、えっと、ニュージージランドに 留学で行ったんですけれども日本とニュージーランドでガイドしながら北海道の山もあの好きだったのでたくさん歩きましたその時の山歩きも今の業務に生かされているかなと思いますで30歳手前で、えっと、ジャイカボランティアで中米のエルサルバドルに行ったんですけれども 実はそれにそのエルサルバドルに行く前に台湾に3週間くらい滞在していたことがありましてあの1人で自転車旅行に行ったんですけれどもその旅行に行く直前にちょっとだけ中国語のレッスンを受けたんですね。 で本当に何か自分の紹介が中国語でできるぐらいしかで,できるようにはならなかったんですけど、まあ、現地の言葉が話せると行った先々での人々との出会いとか交流が楽しくなる旅行の楽しみ方がこう幅が広がるっていうことをあの経験しました。でこうやって何か私の冒険のマイルストーンみたいな感じで振り返ってみるとこう自分の中の 安全地帯を超えるやったことないことにチャレンジするっていうことが私に個人にとってはそれがこうなんか本物の冒険体験って呼べるようなものなんじゃないかなと思います。でえっといくつかこう北海道で日本であのツアーガイドをしていた時の,あの写真をここで共有したいんですけれどもこれ北海道ですね。 あのロシア人の方々をサイクリングツアーでご案内した時の写真です。えー、これは四国とか、と九州ですね。屋久島にあの行った時のお客さんの写真ですね。参加者の写真です。で、えっ、ー、と、これは能登半島なんですけれども、あのサイクルジャージを着ている方々が、まあツアーの参加者、えっ、ー、と、なんですけれども。 あのサイクルジャージを着ているお客さんに注目していただきたいんですけれどもあの大体こういうサイクリングツアーハイキングツアー1週間程度のものに参加してくださるお客様って年齢でいうと多分50代60代が多いんですねあの多分自分が一番多分じゃなくて確実に自分がこの中では一番若くってあの こう若いと、お客さんよりも人生経験が浅いので。まあ、いろいろ苦労することも、あの、実はありました。まあ、なんか陳事件もいろいろあったんですけど、あと、時間があんまりそうだったら、後でちょっとご紹介したいなと思います。え、アドベンチャー北海道の紹介です。えー、二千十九年十一月に合同会社として、えー、創業しました。 2020年1月に旅行業第2種を取得したら、もうすぐにコロナになってしまったので、あの今年の夏から本格的にインバウンドの受け入れをしていくのに、今、一生懸命準備しているところです。デジタルマーケティングを通じて、インバウンドの B2C、直接あの予約してくださるお客様の獲得に注力して取り組んでいるようなところです。 でこんな感じで、ウェブサイトもやっているので、もしよかったら見てみてください。でアドベンチャー北海道って何ですかって言われた時に、えー、ときに、歌っている、こう、歌い文句がこれなんですけれども、まあ、北海道のハイキング、サイクリング、ネイチャーツアーを専門に、えー、とツアーをやっているオペレーターですというふうに言っています。 あの北海道外のツアーとか観光のツアーの需要もあるんですけれどもちょっとお断りしたり他社を紹介しているような状況で北海道にもっとツアープレーターが必要だなというふうにも思っています。で他ととの、まあ、差別化と言いますかか海、まあ、海外からあの北海道日本にあのお客さんを 自分たちでこう連れてきて自分たちでガイドしているようなツアーオペレーターも実はたくさんあるんですけれども、まあ、私たちはもう北海道日本北海道ベースでもう100%ローカルローカルのガイドとの楽し旅を楽しんでくださいっていう風にまあ、あの歌っていて、まあ、このコンセプトがいいって言ってくれたゲストもあの少なくないです。 ええっと、ちょっとガイドについて触れておきたいなと思います。えー、ドベンチャー北海道の、まあ、ガイドは、えっと、個人事業でガイドしている個人のフリーランスのガイドの人たちと連携して、えー、ツアーを行っていますで。スポットガイドとするガイドっていうすみ分けはほとんどしていません。あのスポットガイドっていうのは1つの アクティビティィビを専門的にこうガイドするあの例えばラフティングならラフティングのその半日の部分だけこう単発的に配置されるようなガイドをスポットガイドと言っていてするガイドは全校で1週間なり1週間のガイドを通してあの。 アテンドするのが、ま、ルーガイドというふうに、あの、使い分けされているんですけれども、あの、弊社のツアーでは、例えば山のツアーだったら、登山ガイドの有資格者と、まあ、英語ができるガイドが、あの、をこう一緒に2名体制で配置するような形で、2人で全工程を引率するっていうような形で、ツアーをやっています。えー スルーガイドっていうのは、まあ、スポットガイドとあの対照的にあの使われているんですけれども多分アウトバウンド日本の会社が日本人の旅行者を海外に連れていくアウトバウンドの時に手配の都合上現地でのスルーガイドの手配とかっていうことでアウトバウンドっていう言葉を使っていると思うんですけれどもあの実際にお客さんと こう対面したときに私はあなたのスルーガイドですって言,った言うことはあのない、聞いたこと、私は聞いたことがないので、そのあたりはこうちょっと認識の,あの使い分けに気をつけた方がいいかなと思っています。で実際のアドベンチャートラベルの顧客は何を求めているかっていう具体例をあのいくつかご紹介したいと思います。 多分皆さんが想像しているよりももっと現実的な現実路線を言っているんじゃないかなと思うんですけれどもまずこれが1件目ですね実際の問い合わせです一番初めに私たちが受信したメールの内容が、まあ、英文が上になっていて機械翻訳したものがあの下になっていますで日本に住んでいる外国人の4人家族です でうんとまあ、日本語も日本に住み始めてまだ間もないので日本語もあまり得意ではないで宿を自分たちで予約するのも,もう一苦労だっていう声は、まあ、この方々だけじゃなくて多くあの聞きます。なので日本に住んでいる外国人もあのツアオペを使うっていうことがあります。であの さっきあの自分の紹介のところであの私は中国語をちょっとだけ勉強してから自転車旅行に行きましたっていうのをご紹介したんですけどそういうのは本当に稀でそんな暇がないっていうのがアドベンチャートラベルの、まあ、顧客の現実かなと思います。ででもちょっと余談ですけど実際にはそういうい夫婦をあのオーストラリア人の あのご夫婦2名だったんですけれどもあの実際に日本語を勉強してからあの北海道のサイクリングツアーに来たっていうお客さんをあのガイドしたこともあってなんかその時はこう英語が話せてガイド日本でガイドするガイドは英語が話せて当たり前っていうようなまあ風潮がある中でそういう,こうちょっと珍しいあのお客さんを。 ガイドできたっていうのはすごい感動的だったしそういうお客さんが増えてくれるとあのいいなっていうふうに思ったりもします次の、えー、と事例なんですけれどもあこれが先ほどの1件目のメールにあった、えー、とお客さんの写真ですね富良野だけで撮った記念写真ですでこれが2件目の,あのメールの内容なんですけれども あのこちらも4人家族日本在住の、えっと、4人家族で、まあ、夏休み家族で旅行で北海道に遊びに行きたいっていうので連絡をくれた方たちですこのメールの内容にあるようにアウトドアからウイスキーまで楽しみたいことが本当にあの多様でしたで、えっと「アドベンチャー北海道」ではあの宿の手配と会いたなりの料亭の提案と自分たちでも お客さんたちだけでも登れる山やトレイルをご紹介して、まあ、手配をしました。このメールにはないんですけれども、メールの続きに、まあ、子どもがいるので、できれば車で回りたいということで、あのご自身たちでこうレンタカーを手配されて、北海道に遊びに来てくれました。朝日だけでこうに登って、撮って送ってきてくれた写真がこちらになります。 次3件目の事例なんですけれどもこちらも日本に住んでいる日本在住の,あのフランス人からいただいたリクエストでした結婚10周年のサプライズトリップをあの計画中っていうことで奥さんには内緒であの連絡をしてくれてえっと 2日間のハイキングツアーをあのガイドの手配を弊社で承ったものです。えー、と十勝連邦に上幌亀徳山っていう山があって、まあ、その近くにあの上幌亀徳避難小屋があるんですけれどもそこでテントを張って山中泊あのしました。であのー プレゼントを渡したり、ちょっとディナーも特別な演出をしたいっていうことで、あのー、そういうお手伝いもガイドの方でさせてもらった案件です。えっと、大雪山と知床っていうふうに、最初は迷っていらっしゃって、あの大雪山を歩いた翌日に知床の山を歩きたいっていうふうにおっしゃっていたんですけど、まあ日本に住んでいても、その土地勘、それがこう。 実現できるかできないかっていうところの土地勘だったりとか距離感があまり把握できていないなっていうのがよく分かる事例ですあのツアー前のこうしたお客さんとのコーディネートはあの本当に重要だなと思いますしあの英語力でしかもに北海道の土地勘があるっていうことはあの非常に重要なところでそういうことをこう分かって教えてあげられるローカルオペレーターがもっと必要だなというふうに思っています。 でこれが先ほどの,あのサプライズで、えー、と山でのハイキングをしたいってあの言ってくれたフランス人のお二人です。で、えー、とおそらくいずれの事例も3つともつの事例とも AT の要素があったと思うんですね。山に登ってある程度の達成感特別な目的を果たしたっていう満足感もあの得ることができたんじゃないかなと思います。 こうゲストのしたいことを実現するためのお手伝いをするガイドがいて、そのガイドとゲストの間をこう取り持ってツアーを取り仕切るために私たちのようなツアーオペレーターがいる、でそしてアドベンチャートラベルが成り立つというふうにあの考えています。でちょっとに日本とニュージーランド。あの 私はニュージーランドのツアーオペレーターで勤務していた経験があるのであの日本とニュージーランドどういうふうなところが違うのかなというところをちょっとお話ししていきたいと思います、えっと、大,きくあの大きなところではガイドの社会的地位とか働き方が日本とニュージーランドでは大きく違うかなと思っています アドベンチャーサービスというツアーオペレーターであの働いていたんですけれどもあの最初は大学生の時にインターンで、えー、と入った会社でしたでその頃はフルタイムスタッフが3人だけであの社長の家の離れがオフィスだったんですけれどもその後事業を拡大していって、まあ、ビジネスとしても成長していって日本を含むアウトバウンド を展開するようになりました。それで私も日本とニュージーランドでガイドをするようになりまして、このガイドの重要性っていうことはあの、本当に身をもって学んだことの一つです。えー、その時の社長も,もうガイドは会社にとって重要なアセットだと常々、ね、言っていました。ニュージーランドのガイドは、えっ、ー、と、季節雇用シーズナルガイドが、えー、ほとんどです。 でもあの自分が自分自身がガイドをしながら楽しむこととか人を楽しませることにすごく長けていてどのガイドもなんか本当に素晴らしいガイドが多かったなというふうに今思います。こうセカンドライフでガイド業を楽しんでいる人もかなり多くてもともと学校の先生でしたっていう人もすごく多かったんですけどまあ一つの職業をこうやめて あのガイドになるっていう方もすごく多かったです。えー、20代前半の小娘ガイドは他にはいなくてまあ本当に経験豊かなガイドに囲まれていたっていうのもあってこう自分の人生経験の浅さを痛感することも多かったです。 えちょっと余談になるんですけど下から2つ目あのウェブサイトで集客販売することの効率の良さっていうのを書かせてもらったんですけれども2007年8年くらいの時からえとも,うもう商談会あんまり意味ないねっていうふうにあの社内ではなっていましてこうウェブサイトでこう集客するって世界中の人が。 ニュージーランドのツアーに参加しに来てくれるっていうことがウェブサイトで結構成り立っていたんですね。海外の旅行業界のデジタルマーケティングはあのかなり進んでいると考えていいと思います。でニュージーランドのえっとガイドについてちょっと触れたいんですけれども、えっと実は日本ほどガイド関連の資格っていうのは多くないです。 えっと、2種の運転免許とか野外救急法は、まあ、最低持っているべき資格で、これは自費であのガイドが取得して、でガイドの,あの仕事にアプライするっていうのが結構一般的ですで。採用の際に重視されるのは人柄とか人となり。で、こう、類はとも呼ぶ方式で、ガイドからガイドの紹介で、そのガイド会社に採用されるっていうことも割と多かったかなと思います。 北海道の夏山ガイドとかアウトドアガイドの夏山、冬山っていうような公的で総合的なアウトドアガイドの資格は私の知る限りニュージーランドにはありません。しかもあの50代、60代のガイドがこうまだまだ元気でこう活躍、ガイドとして活躍できる。 あのツアーガイドは本当にマルチタスクが得意でマルチタレント多彩で対人スキルも素晴らしいっていうイメージが、まあ、ニュージーランドの中では強いかなと思います。お仕事を辞めて転職することガイドになることをキャリアアップっていうふうに捉える人も多いですあの。少なくとも日本よりはガイドの社会的地位が高いかなと思います。 好きなことを仕事にしてセカンドライフを楽しむっていう面でガイドは人気の職業かなと、えー、思いますで。他にも日本や北海道と大きくあの違う点があるんですけれどもあの外国籍のガイド就労ビザを持っていないガイドに,もに対しても本当に極めて厳しいあのフィールドで取り締まられることもあるくらい厳しい あの制度になっていますでローカルガイドが稼ぐための仕組みがあるという点ではあの羨ましいなあとあの思いますしあのこう持っている資格だけではなくて資格では測り得ない能力とか資質とか人の隣とか人としての魅力を重視するっていうのはあの見,習いたい見習いたいところだなと思っています。 日本のアドベンチャートラベルガイドはっていうふうに考えるとあのガイドに関連する資格はすごく多くてあのもしかしたらあこれこの資格全部取るの大変だなっていうイメージをあの与,え与えてしまうこともあるかなと思うんですけれどもあのやっぱりガイド不足でガイドの担い手が少ない。 ガイドを増やすためにはどうしたらいいかっていうのが、まあ、悩ましいところかな北海道日本などベンチャートラベルの課題かなと思っています。でどうやってガイドを育成するか増やすかっていうところにあの着目すると。 あのニュージーランドとの比較でもお話ししたように社会的地位ガイドの社会的地位とか仕事としての魅力をもっと向上していくあの必要があるのかなとも思いますしあのそういったことにアドベンチャートラベルとか旅行業旅行を取り巻く業界全体で取り組んでいくっていうようなこともあの必要かなと思いますでツアーオペレーターの立場としてはもうガイドが 楽しみつつももっと稼げるような機械の創出に取り組んでいきたいなと思います。そしてそういうツアーオペレーターがこれからどんどん増えていくことも必要なんじゃないかなと思っています。であのガイドに AT ガイドに求められる資質ということで何点か挙げさせてもらいました。 こう技能試験で資格の生徒の中で測れるような能力は能力とか技術は英語でよくハードスキルって言うんですけれどもあのそれとは反対にこう対人スキルとかあのフレンドリーかどうかとかあのこう試験とかでこう測りえない測ることが難しい資質のことをソフトスキルって英語であの言います。 で一つ一つの説明ここに挙げたものの説明は省略しますが上から4つ目の「Confident」って書かせてもらったんですけどこう自分自身に対して自信があることっていうのはあのすごく重要なところでリーダーシップ効果的なリーダーシップを発揮する上ですごく重要な資質なんじゃないかなと思います。でも合格力 英語力、コミュニケーション能力が乏しいと効果的にリーダーシップを発揮することができないのであの日本でこう AT ガイドをするっていう AT ガイドになるっていうことにおいては大きな壁になっているんじゃないかなとも思います。アドベンチャートラベルのガイドは本当に 幅広い役割を担うんですけれども添乗、まあ、員の業務ももちろん担いますし時には先生のような役割も担いますし通訳怪我をすれば応急処置を施す人でかつリーダーでありっていうことであのリーダーシップがかなり重要になってきますでも日本で通用するリーダーシップは海外の人には好まれないこともあの。 よくあります。例えば、あれをしてはいけない、これをしてはいけない、ロープの外には出ないでくださいっていう、ちょっとこうコントロールっぽい制御になってしまうと、なかなか海外のゲストには納得してもらえないことが多いです。どうしてそれをしてはいけないのかとか、その、 Y の質問をすごくしてくるのでその質問に対して納得させられる理由とか文化的背景とか歴史的背景も含めて説明できるかっていうところも問われてくると思います。でこうあなたはどう思いますかとか意見を求められることもすごく多いんですね。なのでその問いに対して自分の意見として発言できる答えを持っているかっていうところもあの AT ガイドに問われてくるところです。 なのでこう英語ができればいいだけいいっていうのだけでは不十分でただこう深い対話を重ねていくうちにあのツアー日数も長いのでこう自然とこうお客さんとの人間関係が築かれて 行くことがあの多々ありますこうツアーの終わりにはこう友達同士のような感覚になっていることもありますし別れ際に自分の国に来ることがあればうちに泊まっていいからねなんていうふうに言ってくれることも多いです。それはこうガイドとしてやりがいをなんか達成感を感じられるところかなというふうにも思います。でえっと B2C すごい取り組んでますっていうふうにお話ししたんですけれども何で B2C によりこう注力しているか B2C 大変じゃないんですかって言われることがあの多いんですけれどもあのツアープペレーターの立場からすると B2B もそれなりに大変で特に現場が大変になることがあの多いです。 それはなぜかというとお客さんとの距離が遠くて必要な情報が得られないことも多々あるからです。一つ具体例を挙げるとあの去年の夏オーストラリアのお客様2名ご夫婦をの、えっと、ハイキングで釣ら野岳樽前山黒岳のその1日だけの山歩きの部分のガイドをあの手配したんですけれども。 そのアドベンチャー北海道弊社とお客さんの間には少なくともエージェント2社挟んでいたんですね。で、えっと、1日の山歩きなのであの昼食もこちらで手配してくださいというふうに言われていたんですけれどもあのコンビニのランチを買う一緒に買いに行くっていうのは NG っていうふうに言われてました。なので地元の野菜を買ったりパンを買ったり。 してこう山の上でピクニックサンドイッチを食べられる準備をしていたんですけれども、実際に会ってガイドしてみると、あの分かったことはハイキングする日は昼食を食べないと <laughs> いうことだったんですね。で、あの一生懸命準備したものもいらなかったですし。しまあ、それが分かっていれば、あのその準備も必要なかったなっていうこともありました。あとは想像していたよりも。 北海道の山は険しかったとっいうことをあのおっしゃっていてハイキングっていうと割とあの軽い感じであの捉えられると思うんですけれども北海道の登山道は山頂を目指す登山道がすごく多いのであのその情報があのきちんとお客さんに伝わっていなかったっていうようなこともあります。でそんなことがあるので あのできればこう、ゲストとガイドの距離は縮めながら、ツアー対象者理解もしながら、あのツアーを提供する、必要な情報をお客さんに届ける、ゲストからも必要な情報を得て、ガイドの準備をするっていうことをあのしたいなというふうに思って取り組んでいます。 で今あの、一般的にアドベンチャートラベルツアーを企画、販売するってなると、本当にゲストとガイドの間に、例えば国内のエージェントがいたり、海外のエージェントがいたり、さらに私たちのようなツアーオペレーターがいて、ツアーオペレーターがガイドを手配するっていうような、こう結構複雑な動線になっているんですけれども、本当に伝言、伝言、伝言の繰り返しで、 こうなかなか思うようにあの情報の伝達が進まないっていうことがあります。で理想はゲストとガイドのこう仲介する人たちがもう一社とかになるべきだなな,なった方が、まあ、ツアーを運営しやすいなと思っています。 ゲストとガイドの距離をなるべく縮めたいっていうことが、まあ、これが理想だなというふうに思っていますこのツアーの作り手セールスっていうのところが、まあ、私だったり、まあ、アドベンチャー北海道だったりするんですけれどもあのよく一緒にガイドトレーニングをガイドとあのしたり一緒に山に歩きに行ったり、まあ、ツアーが終わったらガイドから詳しくおは話を聞いてフィードバックを得るその フィードバックを次回のツアーの改善に生かすっていうことに、えっと、取り組んでいます。ツアーの作り手、セールスとガイドは相思相愛がま理想だなと思っています。で、こう、ガイドがまたガイドしたいなって思ってくれるようなツアーをあの企画するっていうところがまあ大事かなというふうに思っています。 アドのイザー,ートラベルの商品作りで本当にストーリーが大事っていうふうに言われているんですけれども日本人がこうストーリーを考えるとあの真面目なので複雑になりすぎて現場のガイドが伝えづらいっていうことが多々あの発生すると思うんですけれども本当にツアーはコンセプトは明瞭でシンプルかっていうところをあの、まあ、重視してかつ ゲストのニーズとマッチするかっていうところをツアーペーが考える必要があるかなというふうに思っています。はい、で、さっきも見たようにあのお客さんが求めていることは、まあ、結構現実路線であのとにかく楽しみたいっていうことがありますよね。でそれに対して、まあ ストーリーが複雑だったりあれもこれもっていう風に盛り込んだ盛り盛りのツアーになってしまうとうなかなかツアーオペとゲストのこう思いが一致しないっていうことが発生してしまうのでその間に挟まれるガイドが結構苦労することになってしまいますえストーリーを伝える以外にもガイドが担う役割は今まで見てきたように本当にたくさん あって幅も広いですでこうストーリーをどう伝えるかっていうのはあのインタープリテーションをするガイド次第あのガイドに、まあ、手腕が問われるところでもありますしこうガイドにこう任せないとあのいけないところでもあるので、まあ、ツ尾アペレーターとしてはこう現場で解釈しやすい伝えやすい あのストーリーの構想とツアーデザインを心がけるべきだなというふうに思っています。で先ほどの,あのスライドとこれは同じなんですけれども、まあ、ツアーオペレーターとえガイドは手を取り合ってガイドと一緒に成長していけるツアーオペレーターになれれば理想かなと思っています。 はい、であのこれからガイドになりたいなと思っている方とかあの資格取らなきゃいけないな取らなきゃいけない資格が多すぎるなって思っている方があのもしいればあの資格を取ることももちろん大事かもしれないんですが、まあ、それ以上にアウトドア経験だったりとか自分が冒険をする経験だったり人生経験を積むことっていうのもあの大事だし あのいいもうグレートガイドになるためにはあのそういう経験があの大事かなとあのいうふうに思っていますこうセカンドライフ何か違うことを楽し違うことをして楽しみたいなと思っている方がいればあのぜひ AT ガイドをおすすめしたいなと思いますすいませんちょっと長くなってしまいましたが私のプレゼンはここまでとさせてもらいます はい。吉川さん、ありがとうございました。あの、もう勉強になりました。非常に。ありがとうございます。<laughs> あの、まあ、原さんのお話が、こう、ガイドの、こう、役割。 とか、その現場での本当にこう、本物体験の作り方っていうのをまあフォーカスした一方で、吉川さんのお話っていうのは、そのガイドのその機能っていうのを、こう、より効果的にこう、発揮させていくための、こう、社会システム的な、まあそういったお話も、あの、まあ非常に、あの、学ぶことが多かったと思います。ありがとうございます。で、えっと、 ですね、えー。ちょっと、私自身も、ちょっとあの、ガイドに関しては、あの、本当に、あの、素人で、たくさんお伺いしたいことがお二人にはあるんですけども、今、ちょっとこの時点で、ご質問を4つぐらい、あの、いただいております。で、えっ、ー、と、ここからちょっと、荒井さんにもちょっとご登場いただきまして、えー、はい。えっ、ー、とですね、みんなでこう、対応していきたいな、と思っております。えー、まず、吉川さんにですね、あの、 え、ご質問ですね。ちょっとここ、これいきましょうか。日本の方が、そのガイド資格が多様で厳しいのに、なんで日本ではニュージーランドに比べてガイドの賃が低いのですか私もこれちょっと聞きたかったんですけど、何がこう吉川さんから見て違う何が違うんですね。何が違うのか、私も知りたいですけど、<laughs> あの、多分。 安定志向ですよね日本のこう、まあ、就職だったり、うん、あの自分のこうどういうふうに政権を成り立たせていくかっていうのを考えた時に日本は多分今までま変わってきてると思いますけど終身雇用重視だったりあんまり転職しないっていうあの文化がある中で。 その季節雇用が多いガイドっていうのは多分魅力的な職業ではこれまでなかったと思うんですね。特に副業がよ,よろしくないとされていた今までの,あの日本の社会では。なのであの、まずそこが大前提として大きく違うところかなと思います。ニュージージランドはもう 転職する、なんかずっと同じ仕事をしているっていうのは自分の成長のために自己成長につながらないので、それ自体があまり良くないというふうに考えられていることが多いんですけれども、あの日本は多分そうではないですよね。うんあの、うん、シーズナル季節雇用がまず魅力的ではないっていうところから、こう。うん ガイ,ドとガイドの仕事がこう魅力的に映らない。だから、なり手が少ないっていうところが大きく違うところかなと思います。うん、そうですね。ありがとうございます。はい。なんか、今のご意見で、新井さんが感じることとかはありございますかいや、まあ、社会システムなんだなとは思っています。で、実際でも何が起こってるかっていうと、うん、えと今、なんとなくガイドで食べてる人いるじゃないですか、日本も。 だからまあ、2、30年遅れでこう言ってるのかなっていうふうに思ってるので、うん、僕は実はあの、まあ、ここからは結構時間の問題なのかなと思ってます。うん、で、ガイドでちゃんと食べる人が増えていくと。うん、のために僕らは、なんか、うん、ガイドかっこいいな、いい仕事だなって思えるように、頑張るのが僕らのミッション。うん、そんなふうに感じてます。<laughs> そうですね。未来を背負ってますね。<laughs> はい。そなると。<laughs> 大事です。すごく大事ですね。はい。<laughs> はい。それでは、えっと、続きまして、また吉川さんにですね、あの、荒井さん補足があれば、まお願いします。ちょっとテクニカルな部分を、あの、少し、えー、の、対応させていただいて、最後、ちょっとこの深いね、質問を、あの、行きたいと思うんですが、まず、えー、っとですね、マネタイズ、 まあ、あの、吉川さんのお話の中で、マネタイズはどの部分ですかガイドが同行することや、ホテルやアクティビティなどのオペレーターからの手数料により利益を得ることが出ると、できると思いますが、ゲストだけで登れるような山をこう紹介する場合とか、紹介料なんていうのはいただいているのでしょうかで、もう一つ、もしガイドがゲストを車で連れて案内する場合は運輸業が必要ですかちょっとテクニカルなお話ですね。お答えいただければと思います。 最初のマネタイズの部分はあの、紹介料っていうよりも、私たちは一応旅行業でやっているので、あの手配料をいただいています、はいあのし。紹介料と呼ぶか、手数料と呼ぶか、手配料と呼ぶかはいろいろ呼び方があると思うんですけれども、まあ、実,際のじ実際にかかる宿泊代とかの上に手配料を載せて、 利益を得ているっていうようなところですね。うんうん、はい。はい。<の><で>はい。このつ目ではい。ガイドがゲストを車で連れて案内する場合は、うんと、運輸業が、旅客運輸業が必要になります。えっと、北海道アウトドアガイドの有料事業者 にはあのー、実家用車を利用した無償送迎っていうのがあの一応認められてはいるんですけれどもそれは本当に送迎の範囲なので、あのー、北海道あと,とはガイドの有料事業者が送迎の範囲で無償でゲストを送迎するっていうことは北海道では一応認められていますけど送迎の範囲を超えて 本当に運送するってなるような工程の場合には旅運運送業運営業営が必要です通訳案内士のガイドがお客さんを車自家用車に乗せて、えー、運転するっていうことは制度,的制度上はもうダメとされているのでその辺りは北海道アドト,トークガイドと通訳ガイドでまたちょっと違う点になります。 はい。ありがとうございます。勉強になりました。<laughs> はい。では、ちょっとここで、まちょっとテクニカル、ちょっと深いご質問いただいているので、ここ行きましょう。AT に限ったことではありませんが、ガイド事業者同士の競合意識ってあり,ありますか え様々な価値観や正義を持った事業者が参画してきていると思いますが、お互いのスタンスの違いがお客様にとってのその日本の AT 体験として、あたかも正しい本物経験のように残っていくことをどう感じていますかこれね、結構この質問深いと思うんですよね。まあ、あの、本物体験っていうのに答えがないっていうことにも、あの、気にし、あの、紐づいてるかとは思うんですけれども、えー、っと、 そうですね。その、うん。<laughs> これは、新井さんから、こう、お伺いしてみましょうか。うんうん、えー、っと、競合意識はあるかどうかと言われたら、区別するにはありますねあ。あの人はこういうガイドスタイルだよね。うんうん、あの人はこういう性質やってるよね。違うよね。はいはい、同じだよね。って、うん、いうふうには、僕は結構、あの、 実はあの意識すするようにしてます、はい、自分を定義づけられるんですよ。つまり差別化できるんですよ。うん、っていうのが、実はあの大人,大人になってから変だな。もう大人だな。うん、その、だいぶガイドをやってきてから、うん <laughs> あの、実は学びました。これが一点。うん、で、えー、っと、あとその、まあ、 そっからはですね、ちなみに、えっ、ー、と、価値観の違いになってくるので、まあ正しい本物っていうのもないですし、うん、そうですね。あの、私はこういう価値観で、これこれしかじかな解釈でやってるんですっていうガイディングになってくので、うんうん、えっと、まあ、その考えがいいかどうかっていうのはもう本人に属するものなので、うん、こう結構僕はの堂々と言います。僕の価値観はこうでって。うん うんえー、それは、あの、なんか、ポイントはですね、うん、私というフィルターを通して、私の価値観でこうなんですっていう風に表現することによって、うん、えっと、事実と解釈をちゃんと分けて、うん、えっと、お客さんの理解を得るようにしたり、うん、僕のことを理解してもらう。同じことかをやっています。うん、なんか、こんな答えかな。うん、うん、そうですね。はい、ありがとうございます。まあ、私も今のお話、まあや、やる気はん してやっぱりあのー、まあ競合意識っていうか個性はいろいろあると思うんですよねその価値観の違いですけども個性がいっぱいあってそれは多様であっていいと思っていてでさらにそこにその多様なその個性のそれぞれに本物体験っていうのがその えっと、なんて言うんでしょうか。作られて OK という,う言い方でしょうか。難しいですけどで。それはやっぱりその、新井さんの中でおっしゃっていただいた、その双方向なんですよね。ゲストとホストが、あ、ガイドとね。でその双方向で作り上げられるもので、両者が OK、よし、これ本物だっていう風な、その、 パシッとしたね、なんかそういう、こう、一致合致みたいなのがあると、そういう、そうすると、100通りの個性があって、100通りの本物体験があるのかなっていうふうな解釈も可能かなっていうふうに、ちょっと今の QR の絵を、えー、お伺い、えー、して思いました。吉川さん何か何か、なんか、これ、あの、お二人に対するあのご質問ということでいただいてます。<laughs> なんか感じることはありますでしょうか 競合ってあのいいことだと思うんですよね。うん、あの、このアドベンチャートラベルっていうものが北海道でもっと発展していくには、もっと多分、もっとガイドが必要だし、もっとツアーペが必要だし、こうお互いに刺激し合って、いいツアーができ出ていくことがあの理想だなと思うんですけれども、私は海外のオペレーターで、 こう北海道に来て勝手にツアーをやっているオペレーターに対しては結構強豪意識持ってますあの負けたくないないっって思って思ます <laughs> ただあの北海道内で、まあ、同じように頑張っている頑張っているというか取り組んでいるあのオペレーターとか旅行会社さんにはあのお世話になることもありますしこう。 ちょっとこの案件うちじゃないなっていうのはあのこのこれお願いできますかっていうふうにお願いしたりとかあの逆にお願いしていただいたりとかしてそのあたりはなんかこういいあのどんな事業者同士頑張ろうぜっていうあの気持ちであのはいやってますっていうので答えになって いね、はい、大丈夫です。ありがとうございました。はい。それではこの流れで、ちょっと最後のテクニカルですね吉川さんですかね、えー、とても勉強になりましたということで、B2C のデジタルマーケティングをされているとのことですが、予約機能は自社ページにあるのでしょうか、システムはどんなものを使っているのでしょうかというようなことをいただいております。まあ、フィンランドとかアイスランドの傾向、経験もあ、知見もあるみたいですね、この方ね。はい、いかがでしょうか。えっと予約 予約機能、支払いまでペウェブサイトで済むような機能は設けてないです。あの旅行業法上の,あのガイドラインが結構あるので、えーと、お申し込み、このツアーに申し込みたいです、空きありますかっていうお問い合わせだけはウェブサイトからあのいただくように。 いただけるようにしているんですけれど、それ以降はあのえっと直接のメールとか電話とかのやり取りであの受け付けるようなシステムにしています。あの結構。うんとうツアー代金の収受になると日本で使えない。ツアーオペ向けの決済システム。 もあるんですよ海外のツアーオペではこれ使えるんだけどちょっと日本だとこれは使えないっていうシステムもいくつかあったりとかしてその辺りやっぱりこうデジタルトランスフォーメーションをくれているところだなっていうのは感じているんですけどあのはいこう日本の仕組みの中でできることはなるべくこうデジタル化していっているっていうような状況です。はい ありがとうございました。はい。はい。えっ、ー、と、それではですね、えっ、ー、と、まあ、質問はちょっと以上にな,なりますので、えっ、ー、と、最後にですね、私の方から、あの、ちょっとダイレクトのちょっと AT と本物性っていうところで、ちょっと荒井さんにダイレクトに質問を、さ質問といいますか、させていただきたいと思います。あの、マズローの欲求段階、説あのと表あ、ありましたよね、あの図が。 で、あの、えっ、ー、と、話はすごく私はいろいろな示唆をいただきました。一番上が、まあ、自己実現の欲求というところで、AT の、AT の業界では、やっぱりその、なんで AT のお客さんは AT に参加するのっていうモチベーションの調査では、あの、自己変革したいからとか、自己成長したいからっていうことが、あの、やっぱりトップワン、ワン、ツー来ているので、そうすると、あの、マズローの、 上に、まあ一番上に当たるわけですよね。で、まあ私、まあ、そうまあ、こう、まあ、しかし、あの、荒井さんからその下のね、そのやっぱり一個一個をちゃんと積み上げてっていうの成り立つっていうところ、対象理,理解も含めてっていうところだったので、まあこれに気づいたのは、あの、なんか経緯がありましたかとかっていう質問しようと思ったんですけど、ちょっと一発勝負で、それも、もうそれも取っ払って、 むしろアドベンチャーのそのワオ、ワオっていうね、そのね、あのー、を創出するために、下、取っ払って、取っ払って、あえて。で、あの、上だけで勝負して、そのサプライズ感、ワオ感を出すっていうことはありですかっていう質問を最後に、あの、コメントいただければ嬉しいなと思います。えっと、あるかもしれないけど、リスクが高い。なるほど。はい。リスクが高い。だから、アーガイドしたら責任を持てない、みたいな。 ああ。えっと、ま、ちなみに今のは、えー、っとですね、何、まあ、て言うかな、下の方のって、あのー、生理的欲求とか安全欲求を満たすなので、つまり持ち物とか出発前のオリエンテーションとかなので、うん、なんていうかな、なんかあることが前提っていう考え方ですね。うん。こ、うん、れ取っ払って雪山に T シャツ短パンで行くみたいな。<laughs> ふうな、にはならまあ、ちょっと極端に言いますけどね。<laughs> っていうような理解かなと思います。で、どちらかと,と逆ですね。本当ですね。例えば海外から来て、日本にいる時間、貴重じゃないですか。高いお金と長い時間取ってわざわざ来てるから、今みたいな下の安全欲求とかを満たすことにできる時間をかけたくないわけですよ。うんうん こっちなので、事前にさっきあの綾吉川が説明した通り、うん、あの事前にツアーオペレーターとガイド、ガイドとお客さんの間にあんまり入ると、そこに時間かかっちゃうんですね、現場で。うんうん、それをどうやって短くして短くして、まあ、もっと豊かな時間を過ごせることをプロデュースするかが、なんか僕はポイントかなと思ってます。うん なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。あの、まあ、今日のお話、極め、含めて、やっぱりお二人のその実体験に基づいているっていうことなので、本当にあの、説得力というのを感じました。本当にありがとうございます。はい。それでは、えっ、ー、と、お時間が参りましたので、えっ、ー、と、最後、えっ、ー、と、吉川さん、えー、我々さん、一言ずつの、えー、感想でも、あの、結構ですね、いただいて、えー、そしてこの会を閉,めて、えー、閉じさせていただきたいと思います。では、吉川さんから最後ご感想を一言お願いします。今日の。 いいやあのー、はい、ちょっと時間が押してしまって申し訳なかったんですけど、あのー、これから本当にガイドをしたいなって思ってくれる人が増えてくれたら嬉しいです。あのそのために私たちもツアーペとしての,あの役割を果たしていきたいと思うのであの応援よろしくお願いします。はいいありがとうございました はい。それでは、新井さん、あの、締めを。えっと、いや、あの、ガイド自身の成長っていうのをやっぱり目指していて、というか、やっぱり自分自身が常になんか学び続けているとか、成長しているとか、よりよく行きたいみたいなのに、やっぱり自分が一番興味があってで、それをなんか助けてくれるお客様みたいな感覚で行くと、一緒に旅ができるんですよね。うんつまり、あの、受けますとか言うと、ちょっと大変。 うん、本当大変だって人生経験みんな豊かなんだもん <laughs> それよりは一緒になんか学ぶみたいな姿勢でいくとあの等身大で無理もないしえっ、ー、と一緒にワオとかアドベンチャー楽しめるなんかそういうのがガイドの仕事だなと思っています5月の東川こんな感じもう少しみんな来てください <laughs> 以上でお二人ともバックの写真変えるの早いですね <laughs> はい <laughs>、はい、ありがとうございましたはい それではですね、えっ、ー、と、以上をもちまして、今日のですね、フォーラムを取りさせていただきたいと思います。皆様、お忙しい中ですね、えー、わざわざこのフォーラムにご参加いただきまして、本当にありがとうございました。えー、それでは、このフォーラムもこれで終了させていただきます。皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。